優しいやつのノーノーナイランとテンション上げ上げこんにちはほのぼのでイエ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 イ。今回ですね、毎回ですねコメント欄で多かったほのぼの綺麗になった引き出し紹介をしたいと思います。この人何回試験紹介するのと思った方いると思うんですけども、私はですねテストが近くなるにつれて気分を上げるために部屋をきれいにしないといけないんですよ。はい、これテストあるあるですね。皆さんテストの前ね、テスト中とかね、テスト中はできねえよ。テスト期間中ね、皆さんお部屋きれいに来ますよね、来ますよね、しますよね。この方も一緒でございます。テスト期間中にお部屋きれいにし始めます。ありえませんよ。私も結構あるんですよ、テスト期間中って。なんでだろうね、あれだろうね。あと3日後にテストあります。頑張って。私3日間は寝なかったよ。睡眠時間2時間ぐらいだった。それやると寝ちゃうからテスト。すげえ。1日前はちゃんと寝るけど、それまでは寝ないよ。何食ってんの？あ、これ美味しかった。何食って、私のやつやんかよ。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ダイソーで買ったクッキー食べやがって。ということで今日は引き出しを紹介したいと思います。本当に綺麗だったの、本当お店屋さんみたいなの。それではオープンザディスク。すごくない？お店屋さんみたいなんですよ。でれん、見てください。こんな感じでここら辺とかすごくない？やばいよね。3個しか置いてない。買いに行くのめんどくさいから。あれ何、あのなんかピンク色の飲み物何、昼間に飲み終わっちゃった、2本目飲むか迷ったけど結局やめました。飲めてくださいね、ちゃんとね。ということでここ今日は詳しく紹介していただきたいと思います。自分に見せれないやつ。あ、そうです。これあの友達と手紙交換したり。あ、かわいいですね。じゃ紹介してもらいます。これを、いや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 違います。じゃあまずここ、この中に入ってる仕切りは全部ダイソーで買いました。ほう。まずこれはですね、外すとねぐちゃぐちゃになるので外してないんですけど、上にクイップがあって、下にはねこれダイソーとか無印で買ったペンが入ってます。これはあんまり使うことはないけど色を入れとこうと思って。続いてこちらはですね、IKEA で買ったペンになります。これもですね結構いろんな色あったんですけども、その中から1色ずつだけ入れました。なのでこれで多分全色だと思います。で上には消しゴムがいっぱい入ってます。本当で、この消しゴムは何かあんたいらなって言われたのもありました。あげました。続いてこちらですね。そこがめっちゃストックゾーンというか。そうだね。ここをまずテープのりと、ここにホッチキスの芯と、のり、全部のり、ここ全部のり、とちっちゃいホッチキス、とハサミとカトゥー、カトゥー。で、あとはここに、皆さんだったらこれの使い方は違うと思うんですけども、お宅の皆さんはね多分これは違う使い方をすると思うんですけども、私はこれに格子書いたり重要なことを書いたりするように。あれ、お宅の皆さんの一員ですよね、あなた。で、続いてはですねこちら、クラフトの茶色色の付箋です。例えばさ、付箋ボックスとかあったけどそれなくしたんだ。なくしたの。付箋ボックス、今メイクボックスでした。で、あとはこれね、最近モチベ上げるためにロフト行って買ったよっていう動画で買ったグラフ掛け。続いてこちらの隣はですね、ここも結構ストックが多いです。ここも結構ストックなんだけど、一番下は置いた時に滑り止めになって台紙が動かないから片手でも掛けるよっていうやつ。あ、本当だ、後ろが滑り止めになってる。あとは無印で買ったチェックリストが。それはだってあの本持ってるからそうだね。そうだから分かった。はい。で、あとは時計が入ってます。これ何のかも、これ。はい、ありました。あとはピンセット。これは合い口とか、あとはささくれを撮るとき。ささくれ撮るの、それで。あと、ここは何ですか？写真？修正テープです。うん。あとは写真がね、3本ずつ入ってます。ドンキ？ 3 本用の方が安いよね、1本で買うより。そう、1本ね、これね、200円するの。高っ！嘘でしょ？だって後ろに200って書いてある。本当だ。これ3本で300円だから、すごいドンキで買うのおすすめです。あとはこれね、さっきのおたかつ用のあれですよね。これなんだけど、あ、ノートに貼るときに四角くなってるのすごく苦手なので、あ、別にあれでトレカ作るときもその使うんだけど、最近は全然自作グッズは作ってない。あとはこれもね、ドンキで買った10円の電卓。そう、ニージニージニージューカムンとフニャ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 カムンとフニャ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 。これをカムンと柔らかローテドフィスフィット。
モンスターを飲んでたからやる気がすごく出てたんですけど、途中からやる気なくなっちゃってやばいと思って、あれやばい怖いと思って、ガムガムと集中力が上がるみたいなのを無線ガムの人がちょこっと言ってたので買って帰りました。ガム名人2個あります。風船名人のロッテさんで購入しましたよ。20が宣伝してんの。ガムンとガム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 、ダメだよ。ダメなんだ。だって見て見て見て。じゃあこれ応募します。20。風船名人の動画まで見てない方はぜひ行けば概要欄にあると思うので見てみてください。風船がいっぱい入ってます。この中には風船がたくさん入ってます。カエル18ボラウジガヌ、18ボラウジガヌ、一番のノーエナでおる。韓国のさ、ウェブドラマとか見ながらさ勉強したいなと思うけどさ、韓国語がわからないわけよ。韓国語のラジオ聞いてるようなもんでしょ。勉強集中できないかなと思って。そうさ、この人さ今日勉強したんだけどさ、ずっとさこっちアマプラ見ながらさ勉強してる。何アマプラ？アマプラだよ。アマゾンプライム。あり？絶対頭入んないでしょ。だってあれ提出物じゃない。そういう問題？これダイソーで買った風船。かわいいじゃん。これは大事なところに貼る用のシール。風船。風船。風船。ルーズリーフ。これ付箋なの？付箋。ゆっか付箋。めっちゃぶどうじゃん。めっちゃぶどうじゃん。フィッツってさ、スースーするやつじゃないっけ？全然違うじゃなかったです。さ、めっちゃ昔だけどさ、ももかちゃんもさ、スースーするの苦手だよね。そうなの？確かそうだけど、なんかさ、一回さ、私のさ、好きなラムネ、スースーするラムネをももかちゃんに、私が食べてる時に、ももかちゃんめっちゃ見てたから、食べたいのかなと思って、いると食べるって言って食べてたら、辛いって言って出してたから、あ、苦手なんだと思って。今は分かんないですけど、今はでも大人になったのはね、ももかちゃん。メインクワーク。いいの？応募した。あ、応募用紙だけかーい。後で応募しときます。こっちがメインの付箋ですね。あ、そうなんだ。めっちゃ付箋入ってんじゃん。これさ、両面テープじゃん。うん。かわいい。これ一つ買っていただいた。黒みね。黒みだった。これ私が大好きなやつじゃん。で、大好きなの何これ？あ、レルレルこちら。かわいい。確認お願いしますとかそういうのもあったりするんだね。あとはなんかガチの付箋。普通に付箋つまんない。つまんない付箋。つまるものをね、置こうとは思わないからさ。私もう買うときいつもつまるものしか買わないよ。付箋。YouTuber だねー。そういうもので、私 YouTube やってなくてもそうだよ。面白いものしか買わない。必要最低限なものは普通のもの買うかもしれないけど、それ以外は普通のものは買わない。あとはこれは友達とお揃いの筆箱。いつの間に？これダイソーです。かわいい。あとこれまだ使ってない。ね、私さ、ここだけの話なんだけど、ここだけの話じゃないけどさ、学校でさ、このノートを初めに配られてたのよ。これさ、赤色の髪の毛があるじゃん。配られた時にさ、あ、深瀬くんだと思いながらさ、使ってたノート。うちが幼稚園の頃だよ、にこの人セカオワさんにハマって、小学校3年生ぐらいにセカオワハマって、だからうちがちょうど年長さんぐらい、にさ、やっぱ幼稚園ってさ勉強するっていうよりかはさ遊びに行くとか、そうそうそう、遊びにわちゃわちゃしてなんか粘土触るとかあるじゃん。それん時ね、わかんないうちさ姉に影響されやすいのかな、深瀬さんのさ涙とかつけたり赤色の髪の毛したり、もうセカオワ影響半端じゃなかった。なんでもかんでもそっち系に寄せちゃう。だからうちそういう体質なんだと思う。だから推しがいたら推しのものを作りたくなる。だから中学校でもそうだよ。大丈夫。でも私最後の自由工作の時あれグルダマ作ってたよ。パッカーン。あとこれ、これね何回か書いてるんだけどね、何回かちぎってんだよね。あれあれ気に食わないんだよ。わかるわかる。家庭学習もそうなんだけどさ、この日全然やってないじゃんちゃんとと思ってブリブリブリって破いたりする。あるある。続いてこちら手紙。え、手紙書いたりするの？え、どういう風にするの？今の時のこと手紙書くの？たまに。マジ？うちは書くよ。私手紙って好きなんだよね。誕生日とかになると友達とか手紙全然渡しちゃうし、この本貸してとかこの資料貸してとか言われた時は絶対その端っこに付箋とかつけて頑張ってねみたいな書いちゃう。あ、でもうちワークの目標とか書き合わせた時に、ちょっとじゃあ今日一日だけちょっと貸してくれるっつってね、やるしね、ここにね、いいよーし。で、端っこにね、返すときに、こういうクラミちゃんとかで、ありがとう、見やすかったよ、みたいな。あ、わかるわかる。かくかく。私、借りることはないんだけど、貸すことは結構多いから。ね、その私頼られてますよ、みたいな。違います。全然違う。そういうのじゃないんですけど。アピールだと思われるから。やめてください。ごめんなさい。そういうふうに返してしまいました。ごめんなさい。やめてください。あざとくて、何が悪いの？あとはこれ、付箋でした、これ。うち、メモ帳かと思ったらさ。メモ帳かと思った。付箋だった。あとは、こちら。
怖い怖い怖い。あと、まあ、ここはですねちょっと見せれないんですけど、友達とのやり取りがあります。じゃあと次の引き出しも見せれるということで引き出し見せてもらいましょう。マイメロディ。何が入ってるの？これはキャンパス。おお、キャンパス英語。大丈夫として？うん、全然大丈夫。そんなやってない。そんなやってない。これもまあ気分によってこれいらない捨てよとか言って全然捨てちゃう。だから自分が頑張った形跡を残さないタイプの。これは裏写りしにくいルーズリーフ無印上皮。あとこれは無印で買ったルーズリーフってさ、嫌なのこうさ軸とかでさ静かじゃんみんな。何さ、いや私全然やっちゃう。それ本当に気まずすぎて無理って見られるの。あ、静かだね。この中には2枚入ってます。2枚下敷き、片方が目印で片方がダイソー。全然わかんない。たまに友達に貸すんですよ。どっちか。そう、ダイソーと無印。こっちが無印、こっちがダイソー、ね、色が違うわけ。そうなの、わかる。あ、ここの色が違うね。確かに。なんだこれの色も違うし透明度が違う。確かに。なので2個入れてます。うん、あなたの心にギコギコギ、矢沢ギコギコ。これ今うちが家庭学習で使ってるやつ。ひとこちゃん、英語のノート。エンガラシナッペ発音よ。ショップ、ホテル、インフォメーション、タクシー、タクシー、ブスブスブス。はい、ありがとうございました。サウンズノイズ。はい、続いてはこちら無印で買った。私も今無印のノート使ってる。高校になるとさ、やっぱルーズリーフ使う人バカ多いのよ。ルーズリーフシャス。だけどやっぱり私は普通のこういうノートの方が提出するときだし。絶対ルーズリーフは。でも学校ルーズリーフダメだから。え、マジで？ダメなの？ルーズリーフ使ったんだけど。え、授業のノートとか？うん、授業のノート全然ルーズリーフ。でも提出があるんだよ。提出の時は提出の時用にこうカチッてそれだけ引っこ抜いて止めて提出する。じゃあ中2からそうしちゃおう。でかいね。あ、これあの理科の時ってプリントだから。プリントがね多いから。なんなら社会と数学はほとんどプリントでやってるから、ノート使う時はない。板書はあんま取らない。あ、そうそうそう、そうです。あとは18のファイル。ノイノンさんに2個貸して帰ってきません。で、あとはダイソーで買ったファイルがいっぱいあります。ダイソーしたかった。じゃあついでにちょっとここだけ紹介していいかな。紹介したい。まずこれは五条悟。おお、覚えたじゃん。覚えた。いや今ねちょうどいいところでね呪術廻戦終わってんのよ、うん、パンダがかわいい。あと国語辞典、これよく最近使うようになったので出しています。国語辞典なんて使う今だって Google で全部調べられるじゃん。これを私はしないようにしてる。 Google で調べたらスマホいじっちゃうでしょ。確かに。あとはここに筆箱置いてます。あとはこれは芯のストック。うーん、ストックしすぎでしょあんた。あとはなんか二重のテープあったから上に置いとくね。マスキングテープ。あ、かわいい色マスキングテープ。ジルの。何これ、え、ステッカー。うん、え、何それ。アクランタにあげるやつ。ありがとう。ベイマックス、僕のお友達。あとこれ剥がれやすいから本当にガッチリ留めたい時以外はこれ使ってます。うーん、だから上にねあります。あ、ちなみにこれは私が足の毛剃ってるやつです。やめてやめてやめて。あとここにマーカーが全部入ってます。マイルドライナーとダイソーで買ったやつと、あとはこれノック式のやつ。あ、ペンね。ここにペン類。ちなみにね、こっちには今使ってるやつをこの中から引き出していつも選んでます。これはね、書いてる時のチッって音が好きなんだけど、やっぱこのねこれがあるとやっぱ授業中。あ、え、これベイマックスじゃん。ディズニーだったの。ディズニーか。マジ。ちょっとうるさいかなと思ったので、これは家で使うようにしてます。へー。無印のやつなんだけど、上にねこんな感じで自分でつけました。へー。猫ちゃんマークが色。うん、あとこれ白のやつ。これは白だからチョコミだけだよね。私もこの前白いボールペン買った。怖いですね、これもう悪コメでしかないですよ。何のおバカっていう。なんだ、腕細っ。腕だけは細い。手振りの線。ライブのチケットみたいな付き方やめてもらっていいですか。 YouTube ファンフェス。これ学校の先生とお揃い。へえー。お揃いっていうか、これみゆちゃんも使ってて、みゆちゃん使ってたから私は先生みゆちゃんみたいな。続いてこれダイソーで買ったのと、これは家に落ちてました。家に落ちてたのこれ。はい。何これ、ボールペン。撮影部屋にあったから奪いました。軽くてよかった。待って。私も早く進めたい。あとここは全部シャーペンです。うん、ここ
アマプラ見られるようになったよね。毎日見ちゃう。ちょっとリアクションやめてくんない？こぼさけ。明日はなんかこんな感じで、なんかこういうリアクションとイニシフリーとリハだ。アマプラということでですね、好評のほのぼのの机紹介になってしまったんですけれども、まあ、ほのぼのの引き出し紹介ということでですね、ぜひよければ皆さんも参考にしてみてください。ちなみに今日勉強した時間です。何時間勉強したの？何時間だろうね。ワークがね、一ページもやってなかったので頑張ってました。でですね、びっくりしたんですけど、ノノの机届きまして、で動画アップしたんですけれども、そのコメント欄に結構ノノと同じ机とか色違いっていう方がめちゃめちゃ多くって、嘘でしょって思うぐらい本当多くって、だってお値段以上リドリーって方からね、まあ確かにね、近々でノノの机紹介もできたらなとか思ってますので、楽しみにしててくださいということでですね、ほのぼのの机紹介定期的にこのペースでやってほしいと思ったヒントをグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。ほのぼのみたいに引き出し綺麗にしたいと思ったヒントもグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。同じものを何個も買ってダイソーのやつに引き詰めとけば大体よく見えるので、皆さんそれ真似してみてください。それではまた次回の7番組でお会いしましょう。バイバイバイちゃん。私は今から映画を見ます。勉強しろよ。